クリップ下の九州から突き出たのが、菊半島関門橋と菊半島先端の若目があり。山口県側から、菊半島は福岡県北東部、関門海峡に突き出た半島。半島東部は、諏を灘に面する。海峡を挟んで、本州に接するため一見半島だとわかりにくいが、九州を一つの島として見た場合、半島のように突出していることがわかる。 行政上では、半島のほとんどが北九州下地区に属する。一帯は、古生代の大石岩を主とする菊山地からなり、古い断層の活動によって生まれた。そのため、関門海峡に接する西側の斜面は休憩者地が多く、文字の市街地はその斜面に阻まれるように発達している。一方、巣尾灘に面する半島東側の新文字地区は、古くは、 リアス式海岸が見られていたが、近年はとりわけ半島南東部において、工業用地開発に伴う埋め立てが進行している。最高峰の足立山を中心とする菊山地の一部が、国土軸における自然保護の一環で、北九州国定公園に指定されている。また、半島先端の若目狩神社境内を含む、メカリ公園一帯は、福岡県内で唯一、 瀬戸内海国立公園の指定区域となっている。菊半島の歴史は文字の歴史でもある。文字は古くから九州と本州を結ぶ交通の要衝として栄え、文字の席が置かれていた。しかし、海峡対岸の下関側に置かれた赤間関によって客を奪われたため、半魚半宿の寒村に過ぎなかった。文字発展の契機となったのは近代からで、 1889年に石炭などの特別輸出港として指定第二次世界大戦前までは神戸や横浜に次ぐ日本国内ナンバー4の貿易港であった。また、1891年には九州鉄道が開通し、その起点となったため、海陸の玄関口として地位を高め、金融業や商社が立ち並び、同市の経済を牽引した。しかし、 文字は空襲の被害に遭い、それに加え、戦時中の1942年に関門トンネルが開通したことにより、交通の拠点を奪われ、文字市街は大きく衰退する。1973年には関門橋が開通し、陸の孤島となっていた状態は解消されるが、老朽化が進んだ市街からはかえって人口流出を助長させただけであった。さらに、 山陽新幹線の開通により、交通拠点が小倉駅周辺へとシフトしたことが追い打ちをかけた。一方、それまで田舎に過ぎなかった、半島東部には新文字港が整備され、巨大なコンテナターミナルや工業地に転換、フェリーの発着なども行われるようになった。今日、文字は文字港レトロ事業の整備により、観光地として人気がある。景気は百八十八年。 JR 文字工駅が駅舎建築として日本国内で初めて重要文化財に指定されたことである。それに伴い、駅周辺にある歴史的建造物に着目、函館や神戸のようなレトロ地区を作るという計画は平成になってから始められ、北九州市急文字三井クラブの一区などを経て1995年に完成した。レトロ地区誕生後は、 年間200万人以上が訪れ、夜間はイルミネーションがライトアップされたり、数多くのイベントが開催されたりするなど、県下有数の観光スポットに成長している。ありがとうございます。